AHCC 研究会国際研究報告会はアミノアップ化学の本社がある札幌市で毎年開催されています。補完代替医療の機能性食品におけるエビデンスの集積と活用を継続的に研究報告する国際学会として注目されています。16回目を迎えた研究報告会では、日本をはじめアメリカ、スペイン、中国、韓国、台湾、タイ、シンガポールなど世界各国から延べ300名の研究者が参加し、4カ国語の同時通訳を介し、より高度な研究成果が発表されました。札幌市で行われる大規模な補完代替医療の国際学会として、経済産業省北海道経済産業局が講演、 AHCC 研究会国際研究報告会は社会的にも意義のあるものとして評価されています。まさにその先駆的な取り組みの一つとして、北海道経済産業局としてもですね、本研究会の、講演をさせていただいているところです。まあ、この会を通じて、いろんな方々のですねコラボレーションがですね取れるようになってきたということもですね、この会の大きな意義じゃないかなというふうに自負している次第でございます。毎年2日間にわたって開催される研究会は、基調講演でその幕が上がります。参加者の注目度の高い基調講演は例年ワールドワイドな視点から発表され、会場は熱気に包まれます。今年は関西医科大学、大阪大学、UC デイビス校など17台の一般講演が行われ、 AHCC を中心に GCP オリゴノールに関する質の高い研究成果が発表されました。世界各国で研究されるアミノアップ化学の製品は、年を追うごとに評価が高まっています。会場のロビーではポスターセッションも行われ、参加者の注目を集めていました。研究成果の詳細を直接研究者とやり取りできるのが特徴で、参加者の関心度も高く、多くの人たちがポスターを囲んでいました。1日目の講演終了後、参加者が一堂に会し、親睦会が行われます。さまざまな分野の人たちが親交を深め、貴重な情報交換の場になっています。また論文などを通じて評価の高かった研究者や団体への表彰が行われ、参加者から大きな拍手が送られました。2日目も一般講演は続き、すべての講演が終了すると総合討論が行われます。今年は日本における健康食品の現状と今後の方向性についてというテーマで討論され、教育の必要性、医療制度に望まれる方向性など熱い議論が交わされました。法的な整理が非常に不十分。そして AHCC 研究会に先立って、今年初めて機能性ポリフェノール研究会が開催されました。現在世界各国で注目を集めるオリゴノールに関する独立した研究報告会です。低分子化ポリフェノールの4つの作用に焦点を当てた12台の一般講演がソウル大学、 UC デイビス校などから発表されました。今後もオリゴノールについてのエビデンスの集積がより積極的に進められる方向となり、世界中の研究者が注目しています。16回目を迎えた AHCC 研究会
国際研究報告会。毎年質の高い研究成果が発表され、機能性食品のエビデンスが着実に蓄積されてきました。これからも健康食品のあり方に大きな意義を見出していきます。